祭りリベンジ、今日本日迎えまして、まず今メンバーがどんどん入ってきてくれてるんですけど、こうやってまた今回場所は変えてですけど、本当に会いたかった人だったり、大好きな人、大好きなバンドで考えたら、なんかこう打ち上げのノリでその場でブッキング決まったりとか、自分たちが呼びたい人呼んでるんで、まあ、楽しくないわけがないっていう。いやもうめちゃくちゃ嬉しいです本当に。2月の、まあ、リベンジも兼ねてこの11月歌の豊穣祭開催してるんですけれども、本当に今日を無事みんな健康で迎えられた。